はい、ということで皆さんこんにちは、朝岡修でございます。さあ、ということでね、今回で9回目を迎えました、チリンファッションクリームボリューム9ということでね、今日もお届けしていきたいんですけれども、本日はですね、前回の動画で言っていた通りですね、最近ちょっとコラボモデルだったりとか、ベッチェモデルとかが結構いろんなブランドで注目されているブランドでございます。さあ、そのね、ブランドはと言いますと、こちら、はい、チャンピオンということでね、今日はこちらのチャンピオンの、1着をね、ご紹介したいなと思っております。さて、このチャンピオンというもう誰もが知ってるこの、スウェットが有名なですね、こちらのブランドなんですけれども、1919年にですね、ニューヨークのロチェスターというところで、誕生したブランドなんですけれども、1919年ということで今年がちょうど100年目の、ブランドということですね。最初はですね、屋外労働者のためのですね、ウールの下着を販売していた会社なんですけれども、その安さとその品質の良さ、高品質さをですね、大学が注目いたしまして、スポーツウェアとしての発注が大幅に増加いたしまして、そこからですね、いろんなファッションのシーンですね、このチャンピオンのスウェットというものがですね、どんどん浸透していく、きっかけとなっているんですね。で、このチャンピオンの、スウェットの特徴の一つにですね、リバースウィーブ製法というものがありまして、こちらはですね、どうしても洋服っていうのはその洗濯したり乾燥したりするとですね、それを繰り返すことによってどんどん縮んできちゃう、皆さんご経験ねある方もいらっしゃると思うんですけれども、縮んでっちゃう性質があると思うんですけれども、当時ですね、大学からそのスポーツウェアとして の発注がすごく多かったですね。チャンピオンはですね、もちろんスポーツウェアなので、もう何回も洗うというか、その汚れる頻度も高いですから、何回も洗濯して乾燥してっていう、そういう環境の中でですね、スウェットのその寿命自体がですね、ものすごく短かったみたいなんですよ。で、そこをですね、大学がチャンピオンにですね、なんとかその縮まないような製法でですね、スウェットを作ってくれないかという提案をしてですね、それをですね、チャンピオンが研究に研究を重ねてですね、実現した製法でございますね。さあ、ということで、チャンピオンの、ざっくりしたおさらいだったんですけれども、感じのね、商品を紹介していきたいなと思います。その一着がですね、こちら、こちらのヴィンテージロゴの、クルーネックの、スウェットシャツになります。イエーイ。ということでね、こちらですね、US 企画の、スウェットシャツになっておりまして、今回はですね、いつもお世話になっているラファエット横浜店で、購入した一着でございます。なんといってもこの生地の厚さというか弾力というか、このチャンピオンスウェットならではのこの肉厚感がめちゃくちゃたまらない、一着なんじゃないかなという。で、このたまらない色感ですよね。この淡い水色というか、このパステルな感じがですね、いわゆる昔の映画に出てくるようなアメリカの大学生が着てるようなですね、ちょっとオールディーズな雰囲気がまた最高な一着なんじゃないかと思っております。こちらのフロントのですね、チャンピオンロゴはですね、刺繍の、ロゴになっております。これがヴィンテージ感があってたまらんっすね。やっぱこのチャンピオンのスウェットの良さはですね、やっぱこのリブですね。このしっかりとした、このしっかり手首をホールドしてくれるこのリブ、この強めのゴム感がですね、最高にしっかり手首で止まってくれるので、シルエットがね、すごく大きく出るんですけれども、ボテッとしない感じがまた最高のリブでございます。そしてこちらの、チャンピオンロゴがですね、入ってますね。このロゴがですね、採用されたのは1969年ということで、ちょうど50年目になるみたいですね。で、裾のリブもこんな感じですね。これもしっかりね、腰のあたりでスウェットをホールドしてくれるので、ボテッとしないっていうのも最高に素晴らしいこのリブでございます。チャンピオンのリブは最高ですね。で、こちらですね、ちょっと真夏は着れないんですけれども、ちょっとね、裏起毛の感じになっていて、春とか秋とか、冬も全然着れるとは思うんですけれども、この柔らかいコットンの肌触りがまたたまらない着心地ですね。さあ、ということでね、こちらやっぱこの肉厚感がもう最高にいいですね。ペラペラしてないんで、すごくずっしりした感じがですね、着ていてなんかこう頼れる一着という
というか、本当に着ていて気持ちいいなという一着でございます。やっぱ最近ね、シュプリームとのコラボとかも結構注目されてたりとか、その他のブランドさんもやっぱりチャンピオンボディでですね、オリジナルのスウェットとか作ってるところも多かったりして、やっぱこのなんといってもこのボディのしっかりした感じがですね、やっぱたまらないんじゃないかなと思っております。さあ、ということでね、この、チャンピオンのスウェットをですね、ちょっと街で着てみた様子をご覧いただければなと思っております。それではどうぞ。さあ、ということでね、お送りいたしましたけども、いかがでしたでしょうか。やっぱりこのチャンピオンのですね、US コットンの肉厚さというか、この着心地の良さはもうピカイチなんじゃないですかね。そしてやっぱね、なんといっても僕が推したのはやっぱこのリブ、この手首と、あとそして腰の、リブのこのホールド感というか、しっかりこう洋服を押さえてくれる感じ、その手首でこうしっかりホールドしてくれる感じがですね、すごくシルエットがパッキリするというか、オーバーサイズで着てもね、全然ダボっとした、だらしないなという印象にならないのがね、めちゃくちゃ、素晴らしいポイントなんじゃないかなと思っております。時計好きな人とかね、絶対こういうチャンピオン の, スウェットのこのリブだとね、めちゃくちゃ時計が際立ってかっこいいんじゃないかなと思います。さあ、ということでね、今回はこちらの、US 企画のですね、ヴィンテージロゴの、チャンピオンのスウェットを紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。こちらね、ちょっとね、チャンピオン の, 日本のホームページではですね、ちょっと取り扱いがなさそうだったんですけれども、ラファエットのですね、オンラインストアには
これ含めですね3色 の, 展開がありまして、そちらの、URL とですね、あとこのちょっとね日本に送ってくれるかわかんないんですけれども、チャンピオンのねアメリカの、サイトをですね一応概要欄に、貼っておきますので、もしね気になる方はそちらをぜひぜひチェックしていただければなと思っております。もう最近はねやっぱチャンピオンのもちろんコラボとか別注もそうなんですけれども、僕としてはこのオリジナルラインがですねすごくその配色だったりとかシルエットの作り方とかがめちゃくちゃもうドストライクで、ちょっとこれからねチャンピオンのアイテムをですねどんどん紹介していければいいなと思っております。さあということでですね、お送りしてきましたチリンファッションクリーブボリューム9ということで、こちらのチャンピオンのスウェットだったんですけれども、最近ねちょっとお洋服をご紹介する展開が多いんですけれども、ちょっとねそろそろ大好きなスニーカーなんかもですねまた紹介していければいいなと思ってますね。次回もぜひぜひご期待くださいませ。この動画ですね、もしいいなと思ってくださった方はですねぜひぜひ動画の高評価、そしてですねこちらのチャンネル朝岡シュー&ザ・ジャックバンドのですね、活動記録であったりとか、こちらのジニーファッションクリーブ、企画が面白いなと、このチャンネル面白いじゃないかと思ってくださった方はですねぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお待ちしております。 See you next movie! じゃあねー。